どうも、三角結びです。今回から新しいセクションのシリーズをお送りします。レンタルサーバーでですね、Eclipse で作った Java プロジェクトをデータベースごとアップロードするというセクションをお送りいたします。今回はですね、レンタルサーバー、お名前 .com さんで契約いたしまして、ドメインの方も取得してみたいと思います。でまずドメインですね。いくつか種類があるんです。まずドメインの種類と、そして目的とありますね。これはまずコムですと商業的な組織用と、ネットと言いますと何らかのネットワーク用、 ORG といたしますと非営利組織用、ここにいろいろ書いてありまして、例えばインフォというものは制限がない、世界の誰でも登録かとか、 BIZ と言いますとビジネス用とか、いろいろあるんですね。で僕今回判断したのは、僕が勝手に作った Java のネットショップですね。これは仮想的なネットショップですから、商売に使うわけではございません。そして、この YouTube にこの動画を投稿するだけの技術的な、まあ、サイトなんで、どれでもいいんじゃないかなと思うんです。このドメインの種類見てまいりますといろいろあるんですが、今回はお名前 .com さんで一番安いのを選んでみようと思います。それではお名前 .com さんで検索します。一番上のですね、お名前 .com さん。これをクリックします。で、この画面からドメインをまず取得するんですが、あらかじめですね、お名前 .com さんにはお電話しておきまして、今回 YouTube にお名前 .com さんのサイト載せますが大丈夫ですかと聞いたところ、問題ないというお返事いただきましたので、このシリーズお名前 .com さんのレンタルサーバーで、撮影してみたいと思います。まずドメインを取得する、取得希望の文字ですと書いてますので、考えたんですが Java-upload としてみようかなと思います。そしてドットコムと書いてますが、プルダウンからドットワークというのを選びます。ここにありますね。一番安い1円なんです。検索してみます。するとですね、ここに、ワークで Java-upload でチェックが入ったんです。選択した商品、ドメイン、Java-upload は1件ってありますね。では、お申し込みへ進みましょう。するとですね、商品名、java-upload.work。1年登録で、1円と書いてます。そして、僕はお名前ドットコムさんに登録しておりましたんで、お名前 ID とパスワードがあるんです。これで、ログインしてみます。するとですね、クレジットカードのカード番号をメインに有効期限、セキュリティコード、入力してくださいと書いてますので、入力して、こちらの申し込みボタン、押してみたいと思います。そして、お申し込みを受け付けましたと、情報が出たんです。1円ということで、受付完了してます。これで、ドメインは登録いたしました。あとは、レンタルサーバーですね。この一番下のページまで行きますと、お名前 .com さんトップへと、ありますね。これ押します。先ほどの画面戻りましたよね。ここでレンタルサーバーを今度押すんです。すると、Linux の運用に最適な仮想化環境を用意、VPS と書いてますんで、この仮想サーバー利用したいと思います。するとですね、VPS ということで、まあ、プランが載ってるんです。どのプランに入ろうかなというところなんですが、今回は試験的に自分の作ったネットショップをデータベースごとアップロードしますので、この YouTube の動画投稿だけの利用ですので、2コアでいいんじゃないか。メモリも1ギガで、ハードディスクですか、100ギガバイトまで書いてます。もしですね、本当にレンタルサーバーを借りて商売としてご利用になるんであれば、こちらのメモリが 16GB、ハードディスクが 1TB、このようなプランの方がいいと思われます。ただしですね、この一番安いプランは896円ですが、ここまで性能がいいとですね、1ヶ月15,124円と、
J 抜きで取られてしまうんです。ですから、今回はこちらの 1GB プラン、こちらを申し込みたいと思います。押してみます。今選択済みと出たんですが、次は何でしょうね。お支払い期間を選択してくださいと出てます。1ヶ月払い、6ヶ月払い、最後36ヶ月払いまでありますが、今回は1ヶ月払いを選択いたします。そしてご選択内容ですね。VPS KVM の 1GB プラン、こちらが初期費用は0円、初回料金が896円と書かれています。で、右の次へボタンからお進みくださいとなってますんで、この次へボタンを押してみましょう。するとですね、お支払い方法を選択してくださいと出てきますんで、銀行振込ですね、そういうチェックしかございませんので、これで申し込むというふうにボタンを押してみたいと思います。合計が985円となってますね。これ何でしょうね。896円の費用に対して消費税ということですか。申し込みボタンを押してみます。あとはですね、お名前 .com さんに登録してある僕のメールアドレスですね、こちらの方を開きますと、レンタルサーバーの認証用 URL というものが記載されておりますので、それをクリックいたしますと、お名前 .com さんのサイトに戻って、電話認証できるようになっています。あとはサイトの指示に従って設定していただきますと、申し込みは完了することとなって、レンタルサーバー使えるようになります。そしてですね、次回の動画になるんですが、レンタルサーバーの初期設定ですね、これをやってみたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。